らムラスラっていうのはなしが多いけど、こっちは別に結構何回も戦ってて、声とかも名前とかも見慣れててるプレイヤーならムラスラは別にあってもいい。リア強がいなければだな。荒らしてるやつがいるからムラスラなしになってるだけで。ああだよね、だよね、うん。こっちの方が、朝が来ました。安心度があるからね。襲撃はありません。誘惑はね、安心度がねえからさ。が発言します。だから紫の話が多いけど。はい、どうもよろしくお願いします。霊媒師です。一回、一人目、言いたいことは、特にありません。まあ、なんかややこしい盤面とか苦手な感じです。まあ、一人目なんでね、二周目頑張っていっぱい発言しようと思います。まあ、気をつけたいことは、そうだな、白角に触れたり、なんか把握漏れとかがないように、もう十分気をつけてやっていこうと思います。5番は良かったな、先生みたいなヒロちゃんの説教が効いてるから。各々のやりたいプレイとかを言語化して説教してあげてるが、楽しくできたらいいなって思います。5番も効きすぎたか、やっと。はい、以上です。良かったな、俺ヒロちゃん先生ってありがたいだろ。言語化して5番の弱点伝えてあげてるから。6番3が発言します。多分5番白なんでしょ、これ。はい、占い師です、占い師です。8白でした、8白でした。比較するだろうね。そうですね。まあ、対抗出たら5番からするけど、5番さんの印象はどうせ5死んだろこれ、まあ、普通かだって。でも説教投票してあげるかわいそうだから、人外要素は拾えなかった。人外かわいそうだもんこれ。で、まあ、でも多分一角するよこれ。で、こんなん出れないもん正直ね。この時間これから忙しいんで。でもかわいそうだから5番から釣り入れるよ。かわいそうだもん、ね、2番さん1番さんが面白かったので入っちゃったって感じ。そしたら重要役職引いちゃったんで、まあ、最低限頑張らなきゃいけないなと思いました。まあ、僕はね、2日目に黒を見つける。これをね、もし生きてればだけどね、全力で頑張りたいですね。だから、霊能が一角してクロスしろとか、クロスしないと芯切るぞって言われたとて、絶対に人狼っぽいところを占いたいと思ってます。以上です。頑張ります。7番さんが発言します。はい、まあ、5番さん例の6番さんが8番さん白で占い師をしているのは把握なんですが、まあ、5番さんに関してはいっぱい発言して、これ自分に対して把握漏れ白先に触れないようにっていう注意喚起を自分に投げたのかなっていうふうに思いますね。ただ6番視点で5番が普通っていう精査は、私は霊能であればなんかスメラのような発言をしている人だなって思ったんですけども、その位置で霊能が例えば一角したらランテージとかは芸能結構無理だと思うんですよね。だから五番さんが霊能で一角した場合は結構不利なんじゃないかなっていう私は思ってたんだけど、六番さんで五番普通だけで終わってしまうんだ。ただこれメタ発言になるとは言わないけど、はい、であとあまり印象が良くないのが六番さんのね、そのなんか最初にちょろっと言った忙しいんだけどどうのこうのとかっていう話はゲーム始まってする話ではない。ただ最低限頑張って、その自分が黒いと思うとこ占いたいんですって言ってることだけは、まあ占いとしてはいいんじゃないですか。あなたの発言です。はい。まあ自分が黒いと思うところを占うのもいいんですけど、白占いも必要な時もありますよね。まあ、白狼狙いっていうのも必要な時もあります。うん。黒いと思って、でも SG に白ついたら逆に芯が下がるってこともあるからね。まあそれはまあ占い師が6番の占い師が決めることだからね。5番については仮に自分に言ってるんだったらマークをつけたらいいと思いますね。まずは把握漏れないようにマーク6、8、白ってマークをつけるとかそういうふうにやってほしいなと思ってます。7番のまあ5番への指摘はまあ自分に言ってる可能性があるような言葉にはなっているんで、まあ7番の言ってることはまあ妥当なのかなとは思いますので、これから精査したいと思います。9番さんが発言します。占い師を3番白です。把握お願いします。グレーズリ盤面だったら騎士は出てほしいと言っておきます。まあ、7番が結構6番の要素を発言を聞いてちゃんと的確に指摘をできてるから、
なんか7、6路でライン切りっていうより単純に7番が精査できてる人物かなとは思ってます。8番に関しては、ちょっと俯瞰視点なのは気になったけど、6番に語りかけてる様子から6、8、6路もあんまり見えないから、まあ、6番強人世界線だったら分かんないけど、6番奥目だったら7、8はいなそうだなって感じで、後方にいるんかなっていう感じを、手応えを感じてます。はい、3番白です。1番さんが発言します。あ、お願いします。そうですね、5番さんは率直にちょっと死んだったら頼れないなっていう感じで、まあ、6番さんは逆に人外でやってたらあざといなって思いました。で、まあ木間さんが7番が6連休したっていうか、なんか研究の内容ってそんな考察として落としてたかなと思って、ネタ発言でもなんでもないでしょ。ちょっとなんかそんなんで76が切れる様相になるのかなと思っちゃいました。6は何か忙しいことがなんかメタ発言だですね、はい、意味わかんないんだけど、八幡さん無です。無、うん、まあなかなか5番へのアドバイスぐらい、まあ、アドバイスした人ぐらいしか印象ないです。無であり、まあ発言が拙い男で、ね、まあ基本的にあの村を負けに導きそうな、どうしようもなさを引きつけますよね。ね、また気をつけて、どうしようもなさ、どうしようもないダメっぷりでね、八幡は白くなるんですね、いつもね。2番さんは、あ、こんな方で白くなることはできませんからね、私は。9番と6番だったら、私9番の方が偽っぽいなと思っていて、まあ9番さんって7番の6番指摘が的確って言ったけど、7番の6番指摘って私結構不当だと思ったのね。あの5番が初手地で霊能で出てきたことに対して7番っていうのは村が不利だなって感じた。でも6番はそれに対して何も言及せず普通で終わらした。だから6おかしいっていうのは、私はそれ繋がらないと思ってて、だってそれを7番さんがね、じゃあ5番さん霊能者、初手で霊能者不利だねって言ったところで、何が落ちるの逆に。で、それを6番が、それを5番に対して落としたところで、6番の審美って別に上がんないし、7番が言ってるように言わなかったから、なんかマイナス要素も私なんないと思ってんのね。別に不利とか有利とかどっちでもいいじゃん、そんなの。何がそれで白いとか黒いとかなんないから、7番の6番の指摘どこが的確だったんですか9番さんって感じなので、なんか9番さんって多分7番と7番の色が透けてて6番を釣りに行こうとしてる人。3番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。ああ、その考察だと、まあ、9番オオカミ像の9番7番も否定してるよな。7番を使ってるか、はないと思うけど。俺の感覚は6番のが偽に見えてる。はい。感覚だけね。グレーは現状か分かってないのと、そうだな。オオカミらしい要素現状が拾えてないから、まあ、ワンチャン4番さんオオカミとかありそうだな、進路の時って思ってるぐらいですね。はい。そんぐらいかな。以上です。もう一回発言は聞きますね。はい。以上。4番さんが発言します。3番からは何も落ちてないんですけど、怪しいと思ってるのは2番と7番なんですよね。特に2番は7番に言ってることずれてると思ってて、7番は別に不利だから6番に対して偽だみたいな、なんか叩いたわけじゃなくて、なんか6番が5番のスムラっぽい発言に関して、スムラっぽいと感じたんですよね、7番さんは。役を持ってる人っぽい発言に感じなかったから、6番がそれを普通って言ったのが変だって言ってるから、まあ、ただ私はそれも若干、そのなんか7の主観を6に押し付けてるのかなとかって思っちゃってて、なんか5番が別に役持ってたとしても、把握漏れとかしやすい人だったら自分で気をつけるって言ってるのって、なんか変なのかなって思っちゃったんで、知らないだろう、なんかちょっと押し付けがましいなと思ったんでね、で2番さんが7番さんに言ってるのが増えてます。ミスターハークマレ。ただ私はなんか感覚的に6番の方が新っぽいと思ってるし、まあ、なんか9番が7番切る、なんか逆にね、7球とかで7番を白いと思ってくれれば俺白いか、それための口実を作ったとかの可能性はあるかなって思ったから、2か7ですかね、今のところ。まあ、4、7は釣らない進行取りますか。5番さんが、まあ、2番さんの心は女性でもね。はい、2周目よろしくお願いします。1番、2番にしましょう。4番さんの言ってることがちょっとおかしいなって感じましたね、自分は。まあ、直近の4番さんで、
確か、あれですよね、スムラの村語りなしですよね、これ。4番がかだから6番さんがなんかそれについて言ったみたいなのは、全然一瞬言ってなかったと思うし、2番さんが7番さんに対する指摘がおかしい。っていうのを、まあなんかちょっと違うかなって思いましたね。で、一番怪しいのが4。で、6、9の審議考えたら、まあ9の方が偽っぽいなって自分は感じました。まあそれが7、6、7、8のラインはないみたいな感じで、7をどっちも取ってるっていうのが怪しくて、まあ、7、9、4強人ってのもあるのかなって思いましたね。で、6番さんが8白、9番さんが3白把握しました。はい、2周目聞いてみないと分かんないですね、まだこれに関しては。で、1番さん。2番さん、3番さんに関しても、まあ、言ってることは正しいし、あんまり色落ちしてないって感じですね。はい、4怪しいです。はい、以上です。6番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、4釣りでいいんじゃない？確かに。直近の4番さんの前の3番さんって、ほぼほぼフィーリング精査、フィーリング6に精くらいで、あとゴニョゴニョって言って終わっちゃいましたよね。その3が目の前にいるのに、4番さん目線2って、7を怪しむ視点については同じなわけじゃないですか。でもちょっとなんか理由がずれただけで、そこまで2を叩いて3をスルーする視点っていうのがわからないんですよ。だから4番さんは何らかの、まあ、強靭なのかなとは思うが、わかんないけど、村思考じゃないことは間違いないと。だから、4釣りはいいと思います。他に怪しい位置としては、時点でやっぱり3番さんは情報落とさなすぎじゃねっていう、まあ、4がいなければ、まあ、3落としで丸かったかなとは思うんだよね。ただ、まあ、4がどす黒いので、4からでいいと思います。まあ、あとは、まあ、2番さん、まあ、それから主に2番さんが言語化してくれたんだけど、まあ、7の指摘はなんか微妙かったよね。なんかちょっと発言稼ぎ感は感じた。ただまあ精査する相手が6と5しかいなくて、まあ、何も言わずに終わるわけにもいかないと考えた普通の村って可能性も別に7番さんにはまだあるかなって感じかな。まあ、対抗が何なのかは正直分かりません。まだこれだけの情報では。1と2は、まあ、これは良かったと思う。1周目はね。まあ、全然それぞれ言ってることは違ったが、自分の視点で意見を持っていて、自分なりに納得はできた。あんまローっぽい要素は感じなかった。4番さんが3番さんを見逃して、2にあれだけ叩く視点が分からなかったら、ね、現状4いきたい。はい、以上。7番さんが発言します。そうなんだよね。2番手7番に対して指摘を入れてるから、4してて2番7番のどっちかがおかしい、どっちかがおかしいだったら分かるけど、どっちもおかしいっていうのがそもそもが変だよね。ずれてるんだったら2番の方が多分って感じだし、7番のその言ってる理論がなんかなんだっけな、霊能と占いに触れてる理論がなんか分かっってないんだったら、別に2番もそこまで怪しくなくないかなと思ってるから、4番さんはちょっと破綻したような発言でグレーのツリー位置を上げてるような気がしますね。そして3番は白だからね、3番片白だから釣れないけど、3番に対して4番が狼かなって言ってるのに一切3番には触れないんですね。4番さん狼かなって言われてる人に対して全くガン無視なんですかって、それもすごく不思議だったよね。で、私も9番さんの方が偽かなと思ってますけどね。いや、ない、別にあると思いますよ。6番、7番でやってる可能性も全然あるし、6番、8番で初日囲いしてる可能性もあるし、8番が俯瞰だって言ってるのは、なんか役探してるような発言にも聞こえるから、
私もちょっとメモしてるんですけど、拾った部分で言うと、9番さんって探してないし、役探してんなっていうくらいのイメージしかないでしょ。で、6番は、なんか私を釣り師にもあげないんだなっていうくらいは、そこが違和感だったよね。別に私とかも欄に入ってもいいのかなって、4、1本っていうのもちょっと6番はそこが変だなと思ってるかな。はい、そのくらいですかね。まあ、今のところ6級だったら9の方がちょっと偽っぽいかなと思ってる。参加声があるかどうかっていうのもちょっと気にはなるよね。情報あまりにも遅すぎるし、なんか6の2、なんか6が偽予想をあんまり言語化できてないし、前半に黒い人がいないっていうのも変じゃないですかね。例えば3番視点で2番7番で結構さ、まあ2周目聞くんだけど、2の7星座とかって変だとかって、あなたの発言です。はい、グレーって結構6神って見てる人がいて3番ぐらいだよね、中心って。なんかが3クロー打たれたらみんな3つんじゃない。いや、もうちょっと急の神経屋で3番の色見るっていう一つのプランもあるかもね。3番だけずれてるよね、占い神に。247はもう言ってるし、1はまあはっきりはしないけど、ローでやってるならなんちゃらって言葉だから、村の可能性だと思ってるよ。真の可能性だと思ってる方でしょ、多分。3番だけで9番を信じてればなんかもう3級がもうベタに見えちゃうから、逆にもう3番の色を見たっていうプランも一つの手かなとは思いますが、まあ私は霊能ではないんで、霊能がそう言わない限りはいけませんが、一つのプランとしてっていう話ですよ、一つの。一応頭の中で。サンクロ打たれた場合にみんな3番行っちゃうとは思うけど、この流れだと。わかんないよ、1、2、4の2周目聞いてないから。1、2、4の1周目、7の2周目を聞く限り、3番だけずれてるっていう、この村では。俺はわかんないですよ、6級神にはわかんないんだけどっていう。まあ別に4番ずれても構わないですけど、まあただ、1、2の話を聞いてから判断してもいいと思うけど、サンクロタルタパはこの村どうなんだろうなと思いながら、本当に3番が人狼だったらいいけど、村の場合大変だなと思って、そのブランとしては3番が、この村とは合ってない発言してるんだから、まあ、急がしなのが強靭かもしれないから3番落として、色見てもらって、1247審議した方がいいような気も一つするなという一つのプランとして一応頭の片隅に。はい、ただ僕は霊能じゃないんで、はい。霊能ではありません。なんかまあ、録画審って言ってることは、まあ私が白になるから誰も私疑ってないんだなっていうのだけ聞こえはいいんですけど、3以外は。はい。聞こえはいいので、なかなか7124のあの、人外要素を見つけるのが今回難しいなとは思ってます。以上です。はい。9番さんが発言します。まあそれだったら騎士が出て進行取ったらいいんじゃないの。74の欄でいいかなと思ってて、7番視点9番が偽と思う要素で役を探してるって、あの発言で8番が俯瞰で喋ってるかどの目線で喋ってるかわからない、7番は6番の要素を取った上で6番に対して殴ってるから76に見えない、6番強靭だったらその限りではないって言ってるから5番ちゃんと聞いてほしいんだけど、7起点で話してないですね。で2番は9番が7の色、白透けしてるって言ってて、4番は97あるかもよって言ってるんだったら、4番は2番に視点向けて7番単体精査で見たとき、4番は9番が偽って言ってたら、じゃあどういう目線で言ってるのかわからないから普通に47の欄で言っていいかなと思って、7番視点は76で追わないんですかって、7番が村主張するんだったらその発言はおかしいと思いますね。ちゃんと発言を聞いた上での発言じゃないと思ってるからって感じっすね。って感じっすね。あの2番はね、9番偽だ、6番死んだの1周目の感想は別にいいんですけど、2番視点9番が偽だったら9番狼で7番色付けしてるっていうんだったら1番の評価をすべきだったと思います。1周目段階で9か6だけに触れてたら、なんか単純に26で9初日から殴りにってる構図も見えるけど、なんか普通にグレーの考察をすればいいのに、今日は占い決め打ち目じゃないからっていうだけですね。ただ発言で2周目おかしかった7番で視点がおかしい4番の47の欄でおかしい、いいと思います。はい、あの別に9と6の偽要素って9が67ない68ないって言ってるだけだって言ってるけど、6番が強靭だったらそれ限りでもないって言ってるし、4番はなんで9番が狼基軸、2番も9番が狼基軸で話してるか分かりません。
6球の内訳見えてるんですか。1番さんが発言します。まあ、8番が進行提示したあの進行も盤面的には分かるんだけど、これ3が村9が新の時がかなり下振れるから慎重にやっていった方がいいかなとは思ってるんだけど、なんか両占い視点で4番が視点に入るのがあんまり消せなくて、俺4番のスケールめちゃくちゃいいなと思ってて、ね、で4番って単体で2と7を精査しておかしいって言ってるから、なんか2番が7番をとか、なんかそういう話じゃないんだよね。単体で見てんだよね、4番って。で、9、7を追うところとかもめちゃくちゃ思考に似てたんだよね。なんでこそんな簡単に7番を9番は外せんだろうと思って。その7番方向の9番、7番あるなと思ってたから。4番そこを言語化してるから。4番のスケール結構良かったんよね。うん。だから5番がいきなり4番がおかしいって、4番だけピックアップしてるのも多分精査できないんじゃないかなって思っちゃったわ。あと6番視点って4番聞こえよく見えるんだけど、なんで4番釣り人なのか分かんない。4番って9番2世で追ってる人間だよ。なんで6番から4番が釣り人に上がるのか分かんないんだけど。7番もそうね。もう単体精査でおかしいって言われてんだから。ライン引っ張ってないんだよ、この人、4番って。大丈夫かな、この村って思うわ。おう。全然2、7でいいかなと思ったんだけど、普通に。だし、2周目変わるでしょ、発言。それでも1周目と同じような盤面だったら、9の新キャラで3番するのもありだと思うけど、2周目盤面変わる可能性あるでしょ。だから4番が太鼓、なんか、ライスマルテンだったら4番が太鼓上げてそことの2ランでもいいんじゃない。俺は4つる気ないから、太鼓上げた、人間のその要素が通ってんだったら俺そこに入れるけど。2番さんが発言します。いやだったら1番おかしいわ。普通にあの4番の1周目の発言を聞いてそこまで村を取れんの。4番が対抗で上げたところしか行かないって、4番の色分かってるんですかって思うんですけど、4番の1周目の発言って明らかにおかしくて、そもそも2と7が同格の位置にいること自体が4番の精査がもう狂ってると思ってるんだよね。だって2番と7番って全然対抗じゃないですか。2番って7番のこと殴ってるんだから、まして占いの精査も1周目は異なってたと思うよ。7番って1周目の6番に対して若干の殴りを入れていて、2番っていうのは9番に対して思いっきり殴りを入れてるから、だからまずそこも違うし、2番で7番に殴りを入れて7番の6番への指摘は不当だって言ってるから殴ってるんですよ。2番って はっきりと7番のことをね。でそこって4番は2と7を同列に精査をして、で1番って2番と7番を単体で精査してるって4番に対して擁護したけど意味わかんないから、単体で精査してもつながりがあるんだよ。2番が7番を殴ってるっていう、2番の精査の中心って9番2世と7番の6番殴りが不当だっていう精査なの。それに対して4番って2番に対して殴りを入れてんだよ。でも7番にも殴り入れてんだよ。それ辻褄合わないから普通に考えて。で、ましてや占いの精査があってのは2番の方なのに、2番の7番への組み取り方が若干違うっていうだけで2番の方がマイナス点が大きくなるって、めちゃくちゃ不平等精査をしてるんだよ、4番って。あの4番さ、説明してくださいね。マジでそれ通らないと俺絶対4つるから。なぜ2と7で明らかに2番の方が精査としてマイナスになるのか、理由がないんですよ、理由がね。なんでですか ?2 番の7番の組み取り方がちょっと違っただけで2番の精査がぐんと落ちるの。7番とは全然精査異なってるのに。だから4番明らかにおかしいんですよね。で、9番、7番なんて俺は見えなかったけどね、9番がもし偽だった時って、7番の白が透けていて、7番って占いの精査間違ってるから、7番の表を取り込んで、6番に明日占いの決め地で持っていこうとしている9番、7番、白にしか見えないから。だって、的確じゃない精査に対して的確ってこれ、評価種にしか見えない。3番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。いやー、そうだなそうだな、7番さん釣ろうかな。7番さんが今一番人外らしいかな、俺の中では。うん、なんか評価の仕方が一番変じゃない。占い師のね、6番9番のさえ付けの仕方が一番なんか
しっくり来ないっていうかね、めちゃくちゃ変なんだよね。多分7番の主張って1周目6番に噛みつく構図でしょ。釣り位置が4番そうでしょ。7からしたら2番も気になるし、2番からしたら7番も気になるし、6の目線も7番気になるはずなんだよね。一番人外らしいな、やっぱ7番さんが。どうだろうな、俺6番9番進路で見てて、まあ、7番強人かなと思ってるから占ってほしくないよね、両占い師7番のこと。だから7番落としておけばいいかなと思ってるんですけど、どうだろう。うん、4番さんの意見はもう一回聞こうかなと思う。現状下で狼らしい要素が俺は拾えてないんですよね、まだ。はい、だからまあ俺はね、4番さん狼かなって言ったんだけど、まあそれはねちょっとよく分かんなくなってるから、まあ一旦保留しときますね。はい、7番一番行きたいな俺は、はい、色が見たいっていうか、あの7番が多分人外だから7番行きます。はい、以上。4番さんが発言します。灰の人外位置がおそらく2番と7番でほぼ確定だと思ってるんですけど、まあなんか2番が多分7番守りにいってる強人で、7番が2番よりもなんか4番の方が霊能が睨んでるか釣りやすいと思って釣りをしてる人狼っぽいなとは思いますね。これ内訳は逆かもしれないけど、なんかまあ7番視点で2番が2番も同列に積み込まないの変だし、なんかそもそも単体で要素取ってる人に対してなんか2番と7番両方怪しむのがおかしい。これ2番も7番もどっちもおかしいですね。だって7番さんは多分2番さんに発言内容ある程度ねじ曲げられてるから、それ分かってると思うんですよ。そこは指摘してるけど、ただ7番が6番に対して5番が役職っぽくなかった、5番が役職っぽくなかったって7番が思ったとしても、別にだから6番がそれを、私は思わなかったんですよね。別に役職だったとしても、把握漏れとかしやすい人だったらそれをしないように気をつけますって発言別にすると思ったから、6番に対して押し付けるべきでないと思ったから7番も怪しく感じたんですよね。で9番が薄い要請で7番と6番を弾いたから、じゃあ7番9番で7番を釣りたくない口実を作ってるんじゃないか。なんか2番視点で9番が偽っぽいと思ってる時ある程度飲めると思いますけどね。2番よ、2番6も9も私を釣りつけてるんですけど、やっぱり9番が偽物かなって思ってて、1周目は薄い要素で8番と7番を6番発生で切ってたの発見してたのに、2周目は6番狼人の発見一切しないんですね。めちゃくちゃ変だと思ってますよそれ。じゃあ霊能に乗って、霊能が4番にバイアスかけた状況で、6番がなんか6番死んだと言ってる4番に対して釣り持ってたこと、じゃあ6番が狼だった場合64っぽくなくないですか。そういう精査真っ先に落ちないの変ですね。1周目のあなたの精査聞いてた感じだと。なので9番の方が整合性取れないと思ってるから偽物だと思ってます。女性陣を釣れないよ。6番死んだと私投票しない方がいいです。2番釣ろう、面白いから。はい、7番の狼らしいと思ってる7投票します。おもんね、おもんねえから2釣り。7番4番の乱なのこれ。あのさ、つまんないことしてんじゃねえよ。まずアバターをタップして選択できます。初日女性プレイヤーをつってんじゃないよ。まったくつまんないだろ。まず男性つってくれよ。まあ男性っていうか2番はまあ心は乙女だけど、うん、2番つろ今までのあれだから2番つろ。投票を終了しました。まあ残念だけど終わるだろう。追放されるのは7番3です。にずりだよにずり。7番関係なくねえか。7番3が7番みんなつってんの。発言します。7って白いだろ。これ6も9も入ってるから進路だった時って私ってないんだわ。7と4つるむらってどうなってんのよ。わかんないですね。あのさ、何してんの本当に。女性プレイヤー釣りたいマシンだろう。男性陣は会話着物をする。なんかその7番が人外やっていうのがなんかもう許せないよ。全然わかんなくて、4番に黒打ったらもうするからね。強人なんだよ、強人だとかって言ってるけど、1、2、3の黒しか認めないから。白とか出てもずっと強人で応援して持つんだったら、この人結構無理かなと思ってますけどね。狼道を拾ってないから、じゃあ7番強人だから強人で釣りましょうっていう次も、まあ、3番白とか出てるからね。7とか4って何でつってんの。もしくは3番が強靭とか、ね、1か2つとけよ。あるのかなっていうくらい、まあ、これで7つってて、まあ、ローで、ローの投票してたらもう、まあ、明日4手が絶対出るから、まあ、
置いてないんだけど。4番も5で7番持ってたらすげえよな、逆にな。いや、私最初ね、9番、2番かなと思ったんだよね。で9番ってさ、2番、9番、偽だって、9番は7番の色付けして評価集だって言ってるのにもかかわらずさ、9番外して4番、7番、9番で2番外して4番、7番の欄にかけてる精査はやっぱり変なんだよね、この人の精査ってね。無理くりなんかここで2番、9番でライン切ってるような感じには思えるんだけど、8番が2番投票してんだ。あ、だったらちょっと多分8番さん村、2番9番狼、3番狂人あたりだろうと思って。俺は女性陣守る男だ。ただ思んねえだろ、うん、7番4番せっかく女性陣を迎えして、ね、してるのそんなくらいな。女性陣こう減るんだよ。女性陣を召し取られてたら。まあ勝ってくれればいいでしょ。私狂人でも何でもないんで。そうね、4、7ぐらい残しといてあげるよ、かわいそうに。3番狼って微妙なんじゃないかなと思ってんだよね。女性に甘く、男性に厳しく、女性に厳しく、女性に優しい、それがヒロちゃん、女性と子供と初心者に優しい。夜になりました。2番はお待ちください。これも暗黒の化身でしょ、2番は。削りでいいよ、もうこんなもん。2番ならもう人外に決まってんだろ、まず、大体。暗黒のあの世界になんかいるような感じに俺はプンプンするぞ。削りでいいんだよ、削りで。そのままお待ちください。もうそのままお待ちいただくか、そのままお待ちか言われてるな。そのままお待ちください。髪が入る。昨夜襲撃されたのは、おい噛んでんじゃねえよ俺をよ。ヒロちゃんの強アピー分かんねえのかよ。ヒロちゃんの強アピー、はい、2番黒でした。7番結果お願いします。何してんだよ。7白っすね。ね、4番に一つ言うと、6番が4番指定してるから、俺7番釣りたかったから、4、7の欄でいいんじゃないですか。で、4番は単体で、気になってるとこあったけど、7番の方が2周目気になったから、7番を釣りたいなんです。の可能だっただろうよ。理解できますか。ダメだよ。で、2番に関しては、1人だけ4番で投票ずれてんだから、強アピもあるでしょ。1周目の7番の方が気になったから、7番釣りたかって、占いちゃんも2番に飛ばすかなと思って、多分8番黒結果だった時に、占って黒結果だった時に、多分負けるから、俺は新占いだけど、と思って、8占いを避けて2番占いました。2番の真髄が分からなかったから、9番偽路線でしか話してないから、だから2番が9番と6番の際で、9番が7番の色付けだっていうのは、なんか俺からしたらイチャモンでしかないから、6番狼派生でずっと話してるから、だから6番が4番指定してるから、6番の、指定と逆の7番指定してるから、ちょっとそこはちゃんと理解してほしくて。これでね、6番強人で2、4ローだったらうまいなと思いますよ。強アピしたのに、7、4どうせ白でしょ。1周目段階で4番と2番指定してて、2周目も4番と2番指定してるけど、4番が7番に加えてるところがあるから、6番巨人2、4ローローはあるかもしれないけど、4番の思考から2番狼だっていう思考が外れてないと思うから、多分4番のこの回の発言でだいたい盤面見えるかなとは思ってます。だからその時は6番2、4ローか6、2ローか1、2ローはないかなと思いますよ。2番と1番の触れ合い方はなんかあんまなさそうやから、普通に6、2ローで、強人が7番で落ちてるんかなとはちょっと思ってますけど、7白結果だったら。はい、2番投票お願いします。1番さんが発言します。ん ?4、2のがなくないか。ニクロメーサーは4、2のはないと思うけど、1、2より。ちょっと微妙やな。2、6か。8神に岩か。3騎士。ああ、じゃあ2だ。俺4番セロンに置いてるから2だね。グレーに、人外が2、7。4番後ろ置いてるから2、7で取りこぼしが3番、8番。ただ8番は触れられなさすぎだから、多分盤面的に白なんかなって思ったかな。3騎士はでかいわ。1視点は結構はっきりするわ。4番の陣が追ってない。
1周目も2周目もおかしくないから。26、これ黒囲いはないよな。弱いもんな、この場面。マジ疲れたわ。スーパー強化ピだろ。ヒロちゃんメタ上3番釣りなんかねえわ。よっぽど3番が変な発言しないと、形もなんか押すわけねえだろ、まず。そうなると。ヒロちゃんメタ上3番押してるじゃんね、もう村じゃないっつの。24だわ。3番の乗っ取りがないだろうね。ここでだって。あ、護衛先まで言わなくてよかった、ね。3番のあれを言っただろ、俺。3番の乗っ取りがないでしょ。ここで騎士使用して、他に騎士いたら。2黒脱しても我慢しようっちゅうの。9番、3番だった時って破綻しかねないから。どんならどうせ白白だからどっちでもいいんだわ。3の乗っ取りも追えないな。なんなら白白に決まってんじゃん、もう発言的には。26か。2番か1番に6の4釣り押しおかしいよ、スケール的に6番さんの。でも1番、2番なんか押してたらやばいから、はい、本当にそれが当たってたら。4ならなんか放置でいいから、捨て表でいいんだよ、もう。2番。3番釣りで押してんだから、もう強制に決まってんじゃん、もう。いや、マジ1番が村だったら視野狭すぎだわ。8番の神って絶対騎士を狙った神やん、こんなの。8番って1人だけ2番に行ってるからね、昨日って騎士出し盤面じゃないから。まあ多分そんなにね、4と7以外に入れられないんだよ、そもそも騎士かもしれないから。そこに投票できてる8番の騎士目っていうのは全然あるからね。で、俺は9番3番で見たけど、今の1番の全く3番の騎士乗っ取りをなんか懸念すらしないところが、なんか普通に1番の狼も、要は9番1番の狼もあるのかなっていうふうに思っちゃったかな、今の1番の発言から。まあ4番さんの白は分かったんだけど、まあ4番ごめんね、まあ俺が間違ったけど、まあただ俺はね、不当に感じるよ、そりゃ。だって2番の7番への組み取りがちょっとずれてるだけで2番の方が黒くなるわ。ちょっとさすがにさ、いや俺も人間だからそれ感情出るわ。なんでそこでそんなに差がついちゃうのって思って。だから4番には平等に精査しろって思った、村だったらね。まあ別にあなたと仲良くする気ないけど、全く。まあ俺は本当に思ったこと言ってるだけだから。まあそもそも9番の、まあ、7番への指摘ね。まあ、7番に対しての的確だっていう指摘が、まあ、俺は通ってないと思ってるから、7番の6番指摘って的確じゃないから、なんか上げ足取りでしかないんだよ。6番の5番に対して有利か不利かどうかを触れろってことでしょ。だって7番って1周目の5番に対して取った感想って、5番が1周目のその位置だったら不利だなっていうね。で、A の者がその位置にいたら村人目線不利だねって、その感想しか取ってないわけでしょ。で、6番に対して5番に何か言えよっていうことだったら、6番に不利って5番に対して、あ、A の者そこに行って不利だねって言えっていうことでしょ。そんなこと言ってどうすんの。白も黒も落ちんやん、そんなの。なんか意味のない発言をさせようとしてるわけじゃん。どこが的確な発言なのって思うから。9番の7って完全に評価回収でしかないんだよ。7番の7番が6番を殴ってるから、9番って7白つけていて、7番を評価回収しようとしてて、7番にスリスリしてるの分かりません。7番に対してあの発言的確だねって言ってるのって分かるよって思うけどね、村だ。3番さんが発言します。はい。まあ3番がじゃあなんで出たかって、まあ俺のスケール上って、まあ6番2番か1番9番かで、1番が9番疑う目線を持って、9番に対して2番4番微妙やな、まあここ再生差をかけるときって、まあ基本的に1番9番の見えなくなるんで出ましたもん。はい、6番2番だと思ってます。はい、2番いきますね。はい、お疲れ様でした。あのね、老老囲いするんだったら強靭アピしてる人見抜いてからやれよ。8番さんは進行どうする、どうしようどうしようみたいな感じになってたから、あんまり、なんで強アピこんなにやってあげてんのに投票行動も発言も8噛んでるやついいんだよ。2番さん絶対人外だと思ってるんですよ。4番と仲良くする気ないらしいんで2番投票するんですけど、なんか私ってそもそも2と7で比較したときに2の方が黒いって多分一瞬言ってないんですよね。それをずっと7番に対する組み取りがずれてるってだけで2の方が黒くなるのがわからないって言われてるんですけど、2と7って言ってるんですよね。2の方が黒いって多分言ってないと思うんですよね。なのでそこの拡大解釈もそうだし、なんかめちゃくちゃ昨日なんか不当な殺意を向けられた。1番が説明した後でまだ分からないんです。単体で見てるって擁護してるけどそれがおかしいとかって言ってるんです。多分4白打ったなんか2番6番で4白打つメリットがあるとしたら、もう私が9番偽だって騒いでたからかなって思ってます。
なんか、あ、分かりました。9番さんが4番と7番の欄って言ったシーンを私は組み取り間違えてたので、それだったら分かります。なんで6番さんが4番釣りをしてきたのは普通に変だなとは思いました。なんか、内容聞いてないですよね。なんか6番さん、あ、なんか9と6のシーンを、私が9番さんのシーンを組み取り間違えてたから、それを踏まえた上で話聞くと、6番さん内容聞いてないですよね、あんまり。2番と7番に単体で指摘したことの内容はあんまり聞いてないし、6番さんって絶対に黒狙いに行くらないさ、ね。あのさ、もう老後囲いしてたらさ、昨日4番と7番標準位置を考えろ発言で、4番の発言一定の目だってことだと思ってるんですよ。標準と紙一重だから、アンパイ噛むんだよ、アンパイをプロは。ちょっと無理だなって。3の方噛むんだよ、8番の方よりも絶対に。標準アピールだろ、投票行動、そして発言3番以降。発言と行動で票アピしてんのに3番の方関係ない。ここで俺回されるのか。呆れるよこれ。老老学位急にどうだったら勝手にしろもう。難しいなこれは。6-9が2黒出してんのか。マジ13のどっちか強靭だなって1日目思ってたんだけど、3はもう騎士でしょ、これ。乗っ取りあるかな ?8 騎士で3乗っ取り。なんか今回2日目の初番ちょっとなんか少なくて、乗っ取りかどうか判別しにくいなって思ったんですけど、多分乗っ取りないっていうことでもう行きますね、自分も。それで考えたら、6-2か9-1ってこと?いやーもうこれむずすぎでしょ。どうなんだろう。いや、4強陣見てますね、自分。けどまあ確かに4番さんが言うように、2番7番で比較したときに2の方が黒いとは言ってなかったけど、いやーどうだろう、9の方が怪しいな、9番さんのな、あー今日な7白かマジか、6番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。私の世界線は2つありまして、9がローと仮定した場合の9-1、あと9-2もあると今週聞いて思いました。2番さんは今週まで俺は一切黒いと思ってなかったんですけど、今週に来て2番さんって、2番さん目線1番さんって限りなく格狼じゃないですか。だけどその視点を全然落とさずに、確率の低い、3の騎士乗っ取りと7番さんの話をずっとしてたんですよ。だから2番さんってなんていうか黒くなろうとするムーブを今週感じました。だって2番さん目線先週まで1番さんが怪しくなるって先週言ってたじゃないですか、確か。だから2番さん目線ここで1がローになった時に叩く要素ってたくさんあったはずなのに、一切触れずに3と7の話だけ終わっているってところがむちゃくちゃ違和感を感じたので、2-9の黒囲いはあると思いました。というのは4番さんが釣れなかった時点で2番さんのヘイトっていうのは相当溜まってるんで、9-2だった時にかばいきれない黒囲いの要素は普通にあると思います。時点でとね、だからそこの要素が強すぎて俺は1番のことは忘れたが、1の言っている、あ、だから9-1で4の評価集してる可能性は普通にあると思ってる。1の黒要素で言うとね、俺が4を指摘したのは、4は先週直前で3があんなに短く切ったのになぜそこを触れずに2-7にそこまでフォーカスするのか、しかも2のグレスケと4のグレスケはそこそこ近いじゃん。
なぜ発言をあそこまで直前で切った3に一切触れないんだってところが最大のクレオスなんで。だからそれを言わずにグレスケ E、グレスケ E だけで4をかばってるから、1級で4の評価。投票を行っています。そのままお待ちください。まあ、投票を終了しました。ヨワピ気づけねえローガンいたら負けたらいい。追放されるのは2番。ヨワピを気づけなかったら負けたらいいし、ロロ学位、強人の可能性があるところを 50% で強人がある可能性があるのを感じて、ロロ学位はもう失敗です。まあいいです、あの釣られてる時点で俺が負けてるんで、まあ俺の力が及ばなかったってだけなんで、ね、なんで俺なんだよ今回は。まあ申し訳なかったです、村に関しては。まあ俺7番に触れてないけどね、そんなに。で俺が触れたのって多分1番と3番と4番だと思う。まあ、4番にはごめんねっていう風な発言だよね。6番が4白ってるから、俺して4番白隠してるから、まあ、4番には申し訳なかったっていうところ、完全に俺が精査を間違ったからさ。7と4は女性人だから知らない。まあ、まあ、俺のせいか、これに関してはね。7というのは白っぽいよ。俺がヘイト買いすぎた、普通に。1人の方が黒っぽいよ。いや、マジ、1か3のどっちかか分かんない、正直。まず全然俺9番3番3番が騎士で、なんで7 4ランになってんだろうっていうのが驚きのレベルと思ったから、当時にして3番が騎士が出て、あ、分かんねえなと思ったけど、なんか1番の反応が一切3番の騎士の取り呼ばなかったから、いや8番紙って完全に騎士を狙いに行った紙だと俺は思うけどなっていう風な思ったけどね。上手い人は8じゃなくて3冠族だよ。まあ、じゃあ頑張るわ俺。3番なんか釣り寄さないから俺は。7番の6番に対する精査もう彼かなり初日に戻るんだけど、俺ちょっと気になったところでね、一番正当派なの。7番が6番に対して言ったことは的確だったからライン切りには見えなかったって発言を残してるんだけど、7番6番のライン切りを追ってる時点で6番が進路を透けしてるから、教授に一切打ってない6番の1周目のあのやる気ない発言があってにもかかわらず、いいんだから9番視点で占いが進路がもう透けてるんだよね。ライン切りはそこでいきなり追って、ライン切りがあるかどうか。急にとかじゃないよね。急にとかなら選択ミス、まあ俺4番に視点向けちゃったのは4番はっきり言ってました。5番さんも多分気持ちで言ってるんだけど、2番ならおかしいけど2番の方が私は気になるって俺メモつけてるんですよ。超人の可能性激高なんだって。まあだからそこ同格どころか2番の方が視点向けるのはおかしいだろうって、しかもしんないけどあえて3番の方かもって思ったから、あえて上手いやつは噛むんだよ。まあ俺が悪いです。夜になりました。これ急にロールガクやってねえよな。シンが9番取れねえと思って、5番は9、ああ1黒だったらまだ一筋の光があるけど、1白だったらさなら表示にないから終わりです。これ急にじゃないことだけ祈るが、急に負け確っす。急にか6人は負け、あ、急に負け確、6人を事実上負け確、一番がローの場合勝てる。あ、決め打つからね。昨夜襲撃されたのは5番3です。強人が絶対いるって分かんないと噛まない、絶対5番噛む。6番3がお、まだまだ勝てる、まだ勝てるぞ。するの忘れちゃったんで、ね、まだ勝てる。これは、1黒と結果表示。これはまだ勝てる。うん、まあ、2番さん、まずね、黒が勝てるぞ。っちゃったのごめんね、希望が湧いてきた。普通に。で、まあ、なんでさ、1か2じゃん、ここの視点から立てば。4、7ってさ、白っぽく見える。1、2が黒っぽく見えない。どっちか9、強、1、2、ローで、8ってんじゃん、やっぱり。黒打つとか。まあまあ、ね、4、ね、4、7は釣りたくなかったの、女性陣はね。うん、真面目だったら1、2。村目線ね。もう決め打ってると思うし、まあここから覆すのは難しいと思うんで、はい、まあとりあえず5番さんに信じてもらえただけでも、まあまあ2番さん良かったじゃないですか、はい、まあ、2番さんその後謝らないでください。ちょっと泣きそうだったんでかわいそうだったと、ね、それだけですね。まあ2番が、まあ初日4の方落としたら良かったね。村の時に激昂してるやつだけど、今回は俺に戻っちゃったんだよね。これをどう取るか。先ほど村の時には
激切れだったけど、まあ、一応言っとくと、俺に戻ってるっていう。じゃあ仮に26だった時に、別に4投票できてるわけじゃん。私って7投票してて、しかも4白でしょ。すごいコスパの悪い戦い方じゃないんですか。天皇だけ言っときます。はい、まあ、知らん、3番さんが、ああ、そか、まだワンチャン。ああ、体感、6番が死んだ気がするけど。だから、3番さんが、まあ、8番さんの、まあ、騎士を乗っ取った、なんだっけ、例えば3、1郎、9郎あったら別に3番さん、うまいと思いますけど、まあ、普通に3番さんが見る目がなかったっていう結論で、2番さん、いいと思いますよ。まあ、2、6郎って、2、6郎で4白って。6番が悪いな、体感4番7番で白に見えて1番2番にいそうな感じがしない？フィーリング上。俺視点そう見えんだわ。強靭だからのせいかそう見えてんだわ。だから1、2番に触れねえんだわ。4、7は女性枠で触れてないだけ。発言します、うん、6番って9番のこと何と思って7投票したんですか？6が4にして入れてるから俺は7にして入れてて、4番の発言でいいと思ったから6番は7投票に変えたんじゃないんですか？で4番の発言通り行くんだったら3番を占いないでほしいって言ってて、4番の発言を飲み込んだなら1か2に占い飛ばさないといけないけど、2番が相方だから占いをとりあえず4番にしか飛ばせなかった6番狼の2番狼だと思います。2番が言ってるのって初日の発言でしか要素取れてないから、あの7番が的確にどうこうじゃなくて、7番が6番の発言を聞いて7番が6番に対して指摘してるところが7、6、ローに見えないって言ってるから、なんか2番が普通に村だったら9番の意見も分かるってとどめたらいいのに、そこで9番が狼だからの7番の白助だは飛躍しすぎですよ。はい、5番さんは9番さんが偽だと思えた、偽だと思う要素を上げてくれないと9番してはストレスでしかないから、次からちゃんとお願いします。あのなんか6番は2番のせいにしてるから、多分昨日の段階で2級の黒が来ようって2番が救えないからその線を追ったんだろうけど、今日に限っては6番が2番に2番のせいじゃないよって言ってるけど、俺は6番の占い師が単純にミスったんだと僕は思ってるから、はい、6番投票で終わりましょう。1番さんが発言します。まあ、1視点盤面的にほぼ2が格狼、さらに2番の1指摘が不当なんです、2番さん。あなた1番に対して3番の乗っ取りを追わないんだって言うけど、私追いましたけど、話聞いてます？8番組3番が騎士乗っ取ってる可能性はあるが、仮に8番で抜けてなければ3番はグレーから出てくる可能性がある。それで出てきてるんだよね。そうでしょ。で、3番の対抗がもし1番、4番とかから出てきたときって、9番って色結果的に破綻する可能性があるわけよ。そうでしょ？それも話してんだけどな、2番さん。それで1番は3番の乗っ取りを追わないんだとか言ってもう不当すぎる。おぉ。で、1黒でしょ？だから合ってんじゃん、2黒。うん。だし、4番の狂人なんかないから、7番狂人でしょ。7番の遺言は、もう、核人外だと思ったけどね。スケールぐちゃぐちゃだったじゃん、7番。スケールぐちゃぐちゃだったよ。うん。だ7狂人、2番の6番でしょ、完全に。4番の狂要素どこだよって思うけど。スケール完璧ですよ。俺と一致してるし。時給のそもそも組み取り能力がないんだよ、この村。2番が激高の4番を単体精査して2番7番だって言ってんだから。2番と7番が対立構図だから、2番7番のスケールがおかしいじゃないんだよね。話聞いてりゃわかんだろ。ああ。まあ、危うく5番のせいで負けそうになったね、これね。投票見たら。負けそうになったというか、3番4番絶対3番さんが発言します。はい、お願いします。まあ俺は6番さんいきますね。はい、まあこれでね、
まあ、2番、6番じゃなかったら3番の見る目がなかったで、終わりで。お疲れ様です。4番さんが発言します。まあ、そもそも3番に触れないことって黒ロックされる意味もわからないし、それだったら7投票、死んだった場合の7投票の方が説明がつかないと思ってるんで、6番さん投票します。一つ気になるのは2番が俺という発言になったことだよな。1番若干投票を行っています。そのままお待ちください。ただ6番が言うコスパが悪すぎんだよね。6人なことに。同時にしてやっぱり1番か2番に色いるよね。だから触れなかったあんまり。めんどくせえもん。4、7は女性枠なの。だからね、3つるしかないの俺。あ、投票を終了しました。まあしょうがないんじゃない。追放されるのは6人だったらしょうがねえだろこれは。うん。試合終了。だよね、やっぱり6人繋がんない。